皆様こんにちは、杉野隆史イレックです。今日はワルツのナチュラルターン、スピンターン、オーバーターニングロック、ナチュラルウィープの、ナチュラル回転について説明したいと思います。それではまず踊ってみたいと思います。私たちが右回りのステップ、ナチュラル回転のステップを、踊るときに気をつけているのは、骨盤を止めておいて、なるだけ上半身、背骨を中心に上半身から、ターンをして、ステップをすることを常に、気をつけています。私のおすすめは、ステップの一歩目を出したときに、極力膝の向きに、上半身の肘の、まあこうだったら左手ですね、左肘と、右の膝がちゃんとこう、合うように合う状態にしてから、ステップをする。交代であったらば、右膝と、左肘の状態がしっかり合うような、のをちょっと僕は意識して、常に、踊ってます。女性はどうですか？女性も同じです。女性も基本的に右回転の時に回転の始まりのきっかけは背骨であって、骨盤から回転してしまうとどうしても重なってしまうので、骨盤が相手の自分の右と自分の右サイド、骨盤の向きを合わせて男性の背骨の動きに合わせて私たちも同じ分量で回転しないといけないので、男性より多く回転しても少なく回転してもうまくいかないので、男性の回転の量に合わせるというのは女性のキーポイントだと思います。はい、まあ、その練習方法として僕らはスタンディングスピンを、右回りの時に、よく練習します。うまく右回りステップがいかない時は遠心力が外に働いて、飛んでってしまいますので、先ほど言った、右膝を前に出して左の肘をと、右膝を合わせるような形、この形がしっかりできていた時に、スタンディングスピンなどを行った時に、遠心力がかからずに、回ることができます。この形を作ってから右回りステップをやるっていうのはとても重要なことなので、練習してみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。